ザナドゥのシリーズ C ラウンドは、2021年5月のシリーズ B に続き、こちらも1億ドルで、これまでの調達総額は2億5000万ドル、企業評価額は10億ドル、約1400億円となりました。このラウンドはジョージアンが主導し、ポルシェオートモバイルホールディング SE、フォワードベンチャーズ、アラムナイベンチャーズ、 ペガサステックベンチャーズ、シリコンバレーバンク、および以前から投資していたベッセマーベンチャーパートナーズ、カプリコン、BDC キャピタル、ティムドレーパーが追加で参加しています。調達した資金は100万量子ビットまで拡張可能であり、フォールトトレラントで誤り訂正された量子コンピュータを構築するという、同社の目標に向けた前進に使用されていきます。当面の目標はザナドゥの フォールトトレラントな量子コンピューティングアーキテクチャを検証する初期モジュールの構築です。詳細についてはザナドゥのプレスリリースをご参照ください。